はい、では始めます。ただいまから知事の国政に関する記者会見を始めます。はい、では知事お願いします。はい、今日は名前の発表が多いんですけれども、この度、希望の党を立ち上げたいと存じます。これはですね、これまで若狭さん、細野さんはじめとする方々が、議論をしてこられましたけれども、リセットいたしまして、私自身が立ち上げるということでございまして、もう直接絡んでいきたいというふうに思っております。ただし、都政につきましては、私は現在も都知事でございますので、しっかりとやっていく。そしてむしろ都政をですね、より磨きをかけていく、そしてさらにスピード感を確保していくためには、国政に何らかの関与が必要であろうということでございまして、改革、そして保守、これらを満たす方々が新しい勢力を作り、そして 都政にとってもプラス、さらには今、北朝鮮のこのような状況にあって、国難にもございますけれども、経済もですね、ずっと世界が大きく動く中で、改革と言いつつ、じりじりと日本の存在は下がり続けている、このままに任せておいていいのか、トップの問題につきましても、必要でございますが、このような情報公開やお友達関係でやっている間は、トップの意味がない、そこをむしろ国政において、しっかりとそのことを代弁する、勢力を確保していくことが、東京都にとってもプラスではないかと、このように考えたところでございます。よって、これは全く新しい党として、ある種、結党宣言をこの場でさせていただきたいと思います。ネーミングでありますけれども、希望の塾を開きました際も、ずっと申し上げてまいりました。日本にはさまざまなものがあふれているけれども、希望がちょっと足りないんじゃないですか、明日への希望、もっと持ちたいですね、そのようなことで、希望の塾と名前を付けさせていただきました。小学校の子どもたちが、お習字で、書き初めで、最も書く2文字が、この希望という文字でございます。私は、今日より明日の方がきっといいと、そういうみんなが思えるような、そんな日本をもう一度確保していきたい。そのためには、東京都もその先頭に立って、その実現をモデルケースとして進めていく。と同時に、日本全体が希望に燃える、そんなかつての輝きを取り戻していく、その先頭に立っていこうと考えているところでございます。理念といたしまして、いっぱいあって、要はしがらみなく進めていくということがポイントでございます。今回、都知事選で、291万票もいただきました、多くの皆様方から、都政を変えてほしいという思いで、私に対しての、いわゆる組織票ということはゼロでございましたけれども、しかし、そういったところを、国民、都民の皆さんが、期待をされて、そして私にお託しをいただいたのではないかと思っております。先ほどの改革の話でございますけれども、世界が今激動する中で、日本は改革しています。していますけれども、間に合いません。そういったことを考えますと、やはり真に改革をする、そのためにはしがらみがあってはできないんです。各種の業界団体の話を聞いて、例えば都政においても、昨年末の予算の編成の折にですね、業界団体予算というのを聞いて、復活、党の会派の復活予算を聞いてまいりました。そういうことで、本当にその業界が良くなるのか、そしてまた技術開発がどんどん進んでいくのか、経済は良くなるのか、そのような年末の風物詩のようなことをやっていて、税率などについても、今、トランプ大統領はひょっとして法人税 15% にしようと、マクロン大統領も 25% と言って、非常に大胆な改革があちこちで進んでいる、日本はそれに間に合っていない。私はだからこそ、本当の意味の改革勢力が必要なのではないかと思っております。東京でまずそれを示そうと思いました。1年間やってまいりました。しかしながら、やはり国政において、そういうバックアップをしてくれる人がいないと、都議の数は55人おりますけれども、
その国会における勢力ということをぜひとも確保できないかということでございまして、そのような仲間を新たに募っていきたいと考えております。で、まあ、政策でありますけれども、全部希望を、希望の政治、しがらみのない、そしてまた、まあ、いろんな最近は議員の方々のいろんな行動が揶揄されることが多いわけでありますけれども、これだったらこういう議員はもういらないじゃないかと考える国民の皆さんも多いかと思います。議員定数っていうのは日本の場合十分もう少ないんですけれども、本当に質の高い議員であるならば確保してもいいかもしれませんけれども、ここはですね、ここで1人減らす、ここで2人減らすといったような、これまでのような形ではなくて、そしてまた合区の問題も参議院ではございますけれど、そういった形で議員定数、そして議員報酬の縮減ということも改めてテーマにすべきではないかと思います。行政改革を徹底して情報公開もしていく、それから社会保障についても、例の、消費税のそれを無償、授業料に充てるなどなど出ておりますけれども、そもそも社会保障費はこれからも膨れ上がる中において、その 1% の議論だけをしていていいのだろうかというふうに思うわけでございまして、そこもですね、改革の方向で進めていきたい。それから全国知事会に出席をいたしました、ほとんどの方、多くの方が霞が関出身者に占められている全国知事会に本当の意味で、地方分権ができるのかというのは甚だ不思議でございまして、やはり北海道と沖縄では違うわけでございます。地方分権という言い古されたようなこの言葉ですけれども、改めて今この国政においてしっかりと確立していく必要が、まあ、一つ一つ挙げませんけれども、あとは希望の社会として女性活躍、言葉だけの女性活躍ではない、このことを進めていく。それから多様な教育ということで、高度研究、まあ、これからノーベル賞の受賞者が発表されるかと思いますけれども、その大学の無償化とかですね、いろいろ出ておりますけれども、その前に大学の質の問題をきっちりしていかなければ、この後ノーベル賞受賞者も出てこなくなる恐れが多い。ましてや23区の定員の、大学のですね、定員を抑制するなどという小さな話で教育無論を論じてはいけないというふうに思います。経済の希望の経済でございますけれども、消費増税につきましては、これは議論のあるところですけれども、まだ実感が伴っていない景気回復、これらのことを解決しなければ、むしろ水を差す恐れがあるのではないだろうかということを議論をしていきたいと思います。それから成長戦略の部分が、先ほども特区の話いたしましたけれども、十分ではございません。AI、そして自動運転などなど、世界の国際競争はもう本当に凄まじいものがございます。それから環境エネルギーでありますけれども、原発ゼロを目指すということと、ゼロエミッション社会を目指していく、そのためにはきっちりと工程を作成していかなければなりません。それからフードロス対策、まあ、などもですね、考えていくということでございます。憲法についてはこれは議論を避けてはいけない。ただし9条の1点だけに絞ってですね、この議論をしていると、それだけでイエスノーの問題がこの1ヶ月間で費やされてしまうことが本当にいいのかどうかということでございます。ということから、これらの希望の政策をこれからも突き詰めて考えていきたいと思っております。ということで、今日本に足りないもの、それは希望、日本に希望をということで、希望の党出発をさせていきたいと、このように思っております。以上です。誰か書くもの持ってますか？はい、すいません、大丈夫です。はい、どうぞ。では関心者からは質問は今回はいたしません。はい、知事に質問のある方は社名と氏名を名乗ってから、当てられてから、知事に当てられてから発言をお願いします。どうぞ。どうぞ。朝日新聞の石井と申します。今リセットという言葉を話されたと思うんですけど、リセットというのは、要は今まで若狭さんがやられてきたことを一体どういうふうな解釈をするかよろしいんですか？
綱領であるとか、それからさまざまな政策の積み重ね、非常に美に入り、才に入りのところまで今、積み重ねていただいております。一方でですね、その枝の部分もそうなんですけど、やっぱりもう一度幹に戻って、そして大きなところで、そして改革ということを確認をする、保守を確認をするという意味でのリセットでございます。それから誰が共同代表でって、そればっかり質問を受けておりましたけれども、そうむしろ私がしっかりと旗を掲げるということで明確になるのではないかと思います。というか、当初は代表とか総裁とかあるんですか？代表ですね。これまで支援とか応援という言葉を使って、匿名支援的なニュアンスの発言が多かったと思うんですが、直接も自分でやるとなった一番の理由は何ですか？そうですね、私はやはりこの日本の状況を見ておりまして、以前から改革がのスピードがあまりにも遅いということと、あとやはり解散総選挙が目の前に迫っているという時間的な話もございます。それから私自身がですね、その立場を明確にすることによって勢いをつけていきたいというふうに思っております。解散表明になる予定なんですけども、今度の衆院選についてはどのように臨まれるか、具体的にはどういった選挙区に何人ぐらいを擁立されるとか、今のところのご予定があればお願いいたします。はい、私は今回大義なき解散総選挙ということを申し上げております。多くの世論調査を見ても、今回のこのような解散については国民の皆様方が疑問に思っていらっしゃると思います。ましてや北朝鮮情勢がこのように緊迫している中においてですね、この解散総選挙ということが本当にふさわしいのかどうかというと、かなりクエスチョンマークでございます。国家の危機管理上どうなのかといった点も疑問に思うところであります。一方で解散権が専権事項として総理が解散をされるというのであるならば、私は十分にその準備をしていかなければならないし、逆に言えばそのこともありえるだろうということは、普通この世界にいると誰も考えることでもあり、その想定の一つでもあります。これからは考えられないことを考えるということは必要だ。これは禅の構想の道元も言っておりますし、あとハーマン・カーンなども言っているわけでありまして、これまでの新しい党を作るにおいて議論して積み重ねてきていただいていることに対しては、そのロープには多としたいんですけれども、多分国民はもっと違うことを求めているのではないだろうか、このように思うんですね。ですから、ここでまたアウフヘーベンなんていう言葉使っちゃうと何か思い出されるかもしれませんけれども、国民のニーズっていうのは、すいません、メディアの方々が引かれたレールの延長線にはないように思います。もっと多くの大きな夢をみんな描きたいと思っていて、それが9条の3項がいいのかどうかとか、そういう議論じゃないんじゃないだろうか。だからもっと明るく、そして希望を持てるような、そういう政策をですね、きちっとボールを投げるということが必要であり、そしてまたやはり候補者がいなければ投票する選択肢がありませんので、これまでさまざまな接点のあった全くの新人の方々、それから、改革の志を持って、この議会経験のある方々、そういった方々に全国各地で出馬をしていただくという形になるかと思っております。人数的な規模感というのはまだこれからですか？オールジャパンで取り組みたいと思います。皆さん、もう一度フジテレビの側で2つ伺わせてください。今いろいろ政治への国政の思いも語っていただいたと思うんですが、知事はこれまで都政に邁進してくるとおっしゃってましたけれど、この知事の国政に踏み出さなければいけないというふうに一番背中を押したものは、今までお話しいただいた中のものなのか、また別にあるのか、そこをお伺いしたいのと、はい、あと全国に候補者を立てていくというのは、
やはりそれを選んでいくのは大変だと思うんですが、その候補者の選び方についてはどのようにしていくお考えでしょうか。はい、最初のご質問ですが、まあ、多岐にわたる点で、国会ではでききらないので、東京で先に示したい、先に実現していった方が早いんじゃないかと考える部分も多々あり、例えば待機児童対策などは大変スピード感を持って、東京とは進めてきたというふうに思います。そして具体的に申し上げれば、私はオリンピック・パラリンピックの準備をするにおいて、これお金の話で言うならば、国はですね、パラリンピックの一部だけご負担いただく形に今なっておりますが、やはりこれはですね、組織委員会、国、そして東京都と、もっとこの全体で関わっていただけることによって、盛り上がるのではないだろうかというふうに思っておりまして、そういう意味ではですね、今回宝くじを頼ることになったのもですね、国の方にお願いができないというか、国からサポートいただけないというならばという形で全国の知事さんにお願いをし、まあ、総務省にもお願いをしたというので国は関わることにはなるんですが、ちょっとそういうことを考えればオリンピックっていうのはオールジャパンなのになぁと、そして、そのコスト面の負担などにおいてですね、何か国に私自身がブロックされるような瞬間があったりすると、これはとても宴、祝祭とはちょっと違う方向に行っているなというのを正直思うんです。ですからそういう意味でやはり国の分においてですね、しっかりとこのオリンピック・パラリンピックという3年後に迫った重要な国際的なイベントを成功させるという意味でもですね、しっかりと私は国にも関与してほしいし、それを後押しをする国の代弁、国におけるその代弁者をお願いしたいと思っています。ましてや都で選ばれている方がですね、国の関与を遠ざけてこられたっていうのは私はとても不思議だというふうに思ってまいりましたので、それらのことが背中を押したと言えると思います。候補者の選び方は、候補者の選び方はですね、既に多くの方々から手を挙げていただいておりまして、その方々の志だけでなくて、実際に当選するか否か、それからやっぱり地域の中でのどのような活動をしてこられたのか、それとも全く関係なくその地域で、やっていただけるのかどうか、それはいろんな観点から決めていくことになろうかと思います。日本経済新聞の岩川と申します。他党との連携の関係でちょっとお伺いさせてください。今各党、候補の擁立を進めておりますけれども、特に野党、民進党、その他政党との、選挙についてですね、協力するお考えはありますか。あるいはもう一点関連で、党員会では都民ファーストと公明党さんが連動協力関係でありますけれども、国政と都政では自公の関係が違います。そのあたりも、切り分けについてはどのように。昨日は中山京子さん、まさしく心という政党の代表でいらっしゃいます、参加したいとご夫婦でのご参加を希望されて来られました。これによって回答というか消滅、党は消滅するという話でございました。それから民進党につきましては、これまでもお一人お一人離党、今日も離党された方もいらっしゃって、個別の対応などもしてまいりましたけれども、今後もこうやって、この新しい旗を掲げさせていただくことによってですね、どのような変化が起きてくるのか、前原代表とは日本新党以来の付き合いでございまして、そういった点についてはしっかりとコミュニケーションも取れるかと思います。でも党を丸ごとということよりは、やはり改革ということ、保守ということ、そして先ほどちょっと示しさせていただいたような、柱になる政策にご同意いただけるのかどうかといったことが必要になってくるかと思います。さもなければ、そういう組織を作る意味がですね、特に政治ですからないのではないかと思っております。その他いろいろな皆様方というか各
格闘というかな、まあ、昨日はあの私の水素研究会の名誉であります福田峰幸さんがですね、あの手を挙げられたなどなど、これからも化学変化は起こるのだろうというふうに思っております。ニコニコの穴です。よろしくお願いします。ちょっと確認なんですけれども、あの知事はですね、昨年6月29日の都知事選の立候補表明会見におきまして、オリンピックに期待を混乱をきたさないために任期を3年半にしたいとおっしゃったと思います。まだ承認されてから1年と少しではあるんですが、その豊洲問題とかオリンピックなど都政にとって最重要となる方向づけは、先日の都議選、都議会選挙の結果でも分かりますように早期に成し遂げたという評価があります。そのような意味でですね、都知事が都政の実績をもとにですね、国政に再び挑むことになりましても、1年前のこの発言とはその実績として整合性は十分取れるという見方もできますし、先ほど掲げられた政策を実践するのにはですね、早いのはご自身だと思いますが、確認なんですけど、ご自身が今回国政に再び挑むというお考えはこれは一切ないということでよろしいでしょうか。私が、都知事選の時にあのそのように申し上げたことはございます。しかし私がその辞めたらですね、次の方はその辞めた分しか、次の方というか自分がまたもう一回出るとですね、その残りの任期しかならないというので、あまり意味がなさないということがあの改めて確認できました。それから私自身は今都政として重要な役目を担っていただいて、で都民の皆さんに都政で頑張れと票をいただいているというふうに思います。そして一つずつ今あのとてもポジティブに票あの分析していただいてとてもありがたいんですが、だいぶこれまでの課題にその目処をつけ、目星をつけながら今これからまさしく前へ向かって進める、前へ進めるにあたってですね、国政の壁っていうのがドカンとあるわけです。でそこをですね、あのぜひあの改革勢力がですねしっかりと立ち、まあ、国政において臨んでほしいということであります。あのまあ、これまでも、まあ、大阪の松井知事も同じような立場でいらっしゃいますし、それからまたこれまでもあと滋賀の知事なども同じように挑戦をされたかというふうに思っております。都政をしっかりと進めながら、都政を進めるために国政をさらに加速度、改革の速度を上げていきたいという認識に今立ち入っているところでございます。新聞の津村屋です。都民ファーストの会の方にお話を聞きたいんですけども、今知事はあの特別顧問を務めてらっしゃるので、都民ファーストの会で そのお立場というのはあの今後変わらないのかということと、例えばその、まあ、今回決闘されるということで都民ファーストの会の、まあ、希望の党という名前にされるのかとか、今後その都政における都民ファーストの会の位置づけやその知事の立ち位置、また都政の向き合い方というものにどういう影響があるのかを教えてください。はい、あの都民ファーストは現時点でも、地域政党でございます。この地域政党を国政政党にするということではございません。希望の党はあくまでも国政政党、地域政党としての都民ファーストという位置づけをしていきたいと思っております。両方やはり改革を進めるという点では同じであり、まあ、代表をやりかつ顧問をやりということで、しっかりとシナジー効果が出ればというふうに思います。それから先ほどのご質問に一点お答えしてなかった分が公明党との関係でございますけれども、今あの公明党の皆さんと例えば子どもの受動喫煙防止 あの条例をですねあの共同提案しております。まあ、都民にとりましては必要なあのものであり、一日も早く仕上げてほしいという声もいただいておりますので、こういった都民を第一に考えた形での足並みというのは壊れることはないのではないだろうかというふうに、あの同じ方向に向かっているのではないだろうかなというふうに考えております。東京ステージの白井と申します。都民ファーストの会議の、今のいる55人の議員に関してなんですけれども、国政への その
まあ、出馬ですとか、擁立するというお考えはまずあるのかということと、あとこれまで知事は、まあ、都政に専念するということをおっしゃっていましたけれども、まあ、その国政に進出するにあたってですね、まあ、その東京都だけ その改革 そのスピードというのに、まあ、少しあまりいい影響がないのではないかと、まあ、その二足のわらじになることによって、まあ、改革のスピードが落ちるのではないかというような懸念も出てくるかと思いますけど、その辺はいかがでしょうか。そのご懸念は全く当たりません。都政に専念してやってくると同時にですね、やはりそこに壁があるというと、国政、例えば税制一つ取ってみてもそうであります。ですからそこはですね、しっかりと先ほども申し上げましたようにシナジー効果が生まれるようなことによって都民の皆さんに、むしろ両方のプラスを感じていただけるよう努力をしていきたいと思います。都民ファーストの今議員の方々についてはですね、いろんな素養を持った方がたくさんおられます。ただどのような形でということになりますと、それぞれ選挙区事情もございますので、そこは検討というか考慮していかなければならない項目は多々あるかと思います。関係新聞の森津です。よろしくお願いします。知事はですね、過去の会見で、その新党の立ち上げに対してですね、雲の糸にならないように、そういう党の形成の仕方が重要だということをおっしゃったかと思います。一方で今、新党へのですね、参加を希望している方というのは、まあ、多岐にわたるという見方もできると思うんですが、その雲の糸発言と現状と、捉えて矛盾がないのかどうか、そこら辺をちょっと分析していただければ。はい、私はそこは重要な点だと思っております。それぞれ、国政においてですね、しっかり対応していただける方、それから、まあ、この選挙さえしのげればいいやと思っておられる方、まあ、いろいろはっきり申し上げてこういう場面は何度か見てまいりましたけれども、やはりそこはまあ、なんでしょうか、ちゃんと見抜く力を持たないと有権者の目の方がもっと厳しいですから、そこを考えながらやっていくことが必要だと思います。でまた塾の方でもいろんな候補者がというか新人さんが手を挙げていらっしゃるので、私はむしろそういった新人で、ちょうど都民ファーストの会の皆さんもですね、医師であったり弁護士であったりいろんな方々が手を挙げられることによってですね、都議会のダイバーシティ多様性というのがかなり確保できた。それから女性も増えましたよね。それと同じような形で新人の皆さんには新しい方々も控えておられるかと思います。そういった方々の才能が国政で実際に花開くためには当選しないといけませんので、そういった方々を選び抜いていきたいと思っております。じゃあ最後のお二人にしたいと思います。はい、朝日新聞の伊藤です。3点ありまして、今ちょっと1個前の質問2つにしてくれないかな、ちょっと小さいやつ2つに若田さんとか細野さんとか、この一定数の会議の方たちが、まあ、市長にもということで準備を進めているんですけれども、全くぶっくんって切れてしまうものなのか、それとも、まあまあ、何人かで国会議員の方たちと小池さんが1対1でこれから、まあ、交渉なり調整をして連携を取っていくっていう可能性があるのかっていうことを、はい、はいはい、これはですね、プッツンとするものではありません。さっき申し上げているアウフヘーベンするものでありまして、また内容は辞書で調べてください、はい、ということでございまして、これまでの積み重ねがあった上でここでもう一回ジャンプということになります。非常に細かい部分も詰めていただいているんですが、むしろ一回また大きく広げていく必要があるなというふうに感じた次第でございます。じゃあもう一人、すみません、党首に就くって党首討論とかすることになると思うんですけども、代表にもついて党首は別の方を当てるのかというのと、あとパリ出張はどうなさるのかと、はい
はい、党首討論というのはやっぱり国会議員じゃないといけません。ということから国会、まあ、松井さんが党首討論には出られないのと同じような形で、どういう形がいいのか、それはまずどれぐらい の勢力を確保できるのかによって、与党になるか野党になるかまだ分かりませんので、はい、そこは決めていきたいというふうに思います。それからあとパリ出張、パリ出張は予定では皆さんにお伝えしているように21日の深夜便